チンパンジーが叫び声を上げて怒っているようです。職員に襲いかかろうとしました。刺さった矢を体から跳ねのきました。かなり興奮しているようです。まだ効き目があるようには思いません。どんどん電線の上を綱渡りしていきます。もう一本の電池のところまで移動してしまいました。あ、猿がまた動き出しました。あ、麻酔が効いたんでしょうか。まだごっこしそうです。片手でどうにか電線を掴んでいる状態です。その下では動物の職員がネットを広げてキャッチしようとしています。今落ちました、落ちました。